ああそうやん、山中湖やん今日。富士山見える。めっちゃ山中湖なんかピョンって出とる。富士山か。おじいちゃんおばあちゃんちからね、運が良ければ見えるんだ。天気が良かったら富士山。配信もあるのか。やば、コンサートもうすぐ。私が最後にショールームをしたのはいつかしら。でも意外と最近。コラボの時、あ、コラボやったか。じゃあ普通にあれは、この通常配信は、通常は6月17日となりますと1ヶ月ぶりとか。パイドラの公演の日？それまで何があった？あ、昨日楽しかったね。さやさんとラジオでした。聞きました？皆さん、さやさんとのラジオ。私の推しの子はアイちゃんとルビーが好きです。可愛い、あの二人。わあ、下にあるわ、ちょっと待っててね。あ、推しの個展に行ったんですよ、私ヒーローとね。で、あのドリンクはあるの、違うカフェだけど。そしたらここで見た愛ちゃん来たの、やばくない？で、しかも推しの個展で、あのピン、紙につけるピンをランダムの買ったので、ヒーローも買ってて、2人とも3個ずつ買ったんだけど、そしたら一発目で愛ちゃん来たの、やばくない？で、2回目にアクアマリンが来て、有馬かなちゃん、やばくない？可愛くない？てか強くない？結構みんなランダムのやつさ、
あんまり運良くないんだけどね。だから私はこれをつけてメイクをしましょう。ちなみにアクアは幼少期の方か。やばくない？超可愛いんですけど。可愛いよね、愛ちゃん。この前ぬぬちゃんがさ、あのひじりさんの生誕で愛ちゃんの髪型しててめっちゃ似てるなって思った。なんか髪色とか含めて可愛かった。可愛い。4杯飲んだ。そうで、 T シャツもあったんだけどね、なんかすごい高くてびっくりしちゃった。ヒーローはね、アクアが2人出てたよ。あの幼少期と大人の両方出てたよ。そうで、昨日はラジオでした。楽しかった、マジでおもろい、本当に面白い。で、何種類か知りません。9ぐらいじゃないだろ。アイちゃん、ルビールビーアクアアクア18とかかな。うん、楽しかった。あ、まだ聞けるよね、ラジコで聞けるので聞いてください。で、ツイッターに書いてください、面白かったよーって。ね、見て、ほら、ルービーを飲みました。可愛いでしょ。ウェルカムドリンクはちょっとね、ちょっとね、そう、てて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 、て聞いたよ、だって楽しかった。仲良しでしょ。え、違う、トマトジュースみんなあんまもともと好きじゃないの。ここだけの話、野菜ジュースの方が好き、トマトジュースより。かゆ、うん、苦しいでしょ。それなんか頭めっちゃボサボサ、帽子かぶってるからか。私となんか変わったところわかります？なんか変わったの顔で。わかんないか、まあ言わないけど。さやさんにしてる変な顔は見せません。さえさんにだけ見せます。公演中に見えたらラッキーですね。かゆい、昨日ラジオで、何昨日ラジオで、あ、それな、太宰府だっけ。コンサートヒレより全然違うよ。 DMM では抜かれないと思う。なんかね、さやさんと会うのがパイオニアとか前人未到とかなわけだから、多分I am a fans from Indonesia だって。
テンクス。ジュージュー言っちゃった。かわいいなあ、愛ちゃん。かわいい。違うの、真剣な曲だからなんじゃないんだよ、それが。目が合うところが真剣な曲なの。I like JKT48 too だって。ジャカルタか。インドネシアか。ジャカルタって。なんかマジ終わり方めっちゃなんか変な感じだったな、推しの子。なんかさ、あ、終わったみたいな感じだったね。Welcome, thank you for coming a lot to showroom だって。 Welcome, thank you for coming. ありがとう、来てくれてショールームしてくれてってことかな。そう、あれはね、早く見たい続きが。推しの子店に行ったのはいいけど、写真を撮ってなさすぎてツイッターにあげるものがないんです、私としたことが。私は英語はあんまできないかも。文とかは読めなくはないかもだけどさ、原作はね、弟が読んでるって言ってたの。弟がスマホでだけど、全部無料って言ってて、あ、みんなも読もうと思ったけど、あのちょっとアプリを入れるのがめんどくさくてですね、アプリストアを開くのがめんどくさい。表示してないよね、私ホーム画面にアプリストアを。そう、消してるからさ。あ、みんなやったよ、推しの子アプリのあれしたよ、あ、推しの子店の音声ガイド。ヒーローと、ヒーローが B して、私が A して、イヤホン片耳ずつつけて交代交代で見てたよ。やば、あさってやん、びっくりだなぁ。めぐちゃんはね、真面目だと思う。真面目、うん、いい子、本当に優しい。私がなんかこれどうしようって思った時はえぐちゃんに話してます。だからえぐちゃんにしか言ってないこととかあるし、信用できる子って感じ。それに対してちょっとおふざけ半分でも答えてくれるけど、ちゃんとなんかいい。かわいい、ちょこちょこしてるんだよやぐちゃんって。Please come a lot for me in showroom HKT48 1番
一番プリーズお願いたくさん来て私のショール分かんないやそうおもろいだから最近はもうやぐちゃんの足にこうつかまるリハで足つかまってもう足が痛いのって言ってやぐちゃんに慰めてもらった足が痛いのもそうそんな感じああやばー足はねだいぶ前のこの筋肉が痛いんだよだから英語こうわざと英語にしてる私はね、78 I'm ninth grade I'm in the ninth grade でしょ、I'm 14 years old わざとだって突っ込んね葵さんの卒業校でもさ葵さんがさ結構なこさんとかもさ卒業公演の後に卒業コンサートで最後みたいな感じだったじゃんステージがだけどさあの葵さんさはさ卒業コンサートがあって卒業公演なのがなんかいいっていうかいいよねわかる公演劇場で最後なのがいいよねあ、普通は最後が卒業公演なんだあ、はいなんだ分かんないきょう夜ご飯何かな今日はね、あの弟たちとかパパがねプール開きに行っちゃったのでねちょっと田舎の方に家は女だけなんだよ女子の女子会ですキャラパキあ私も事務所にある3個開けてないややばいそう自然の方にでさ何人何家族かと言ってるわけで何家族かと言ってる、うん、言ってる楽しそう私がゴールデンウィークにキャンプしたとこですトーマス亡くなるんでしょトーマスキャンディで前髪が伸びたの？
さてはこのさで、あれ私ってさ公演、私の出る公演って何、どこまで何日まで出てるの？全部出てるかな？2時？これはね、今日お友達とはそんな時に、普通に私はもうストレートで帽子をかぶっていくんだけど、お友達がツインテールしててさ、渋谷もツインテールしようよってなってなりました。わざわざコンビニに買いに行ったの、ちびごも7月か。じゃあ8月は私もわかんない終わって20、21がパジャで、29がパジャか。おお。最近、えぐちゃんが赤ちゃん。最近はね、あれなの。ね、えぐちゃんがお姉ちゃんに見えるの。なんかお姉ちゃんっていうか、赤ちゃんっていうより、何、お姉ちゃんに見える。ハイムちゃんってなる。そうなのくちびるめっちゃカサカサ、やばいな唇。どうしたらいいんだろうね。私は見なくて9月22だっけ、9月22が劇場公演デビューだから、それまでに何回出れるかな。私の指輪は全然シーンです。何個かセットになってるやつをたくさんいろいろ買ってるから、その中でくねくねしてるじゃん両方。だから似てるやつをつけてる。ビタミンか、飲むか。キリトレモン、ビタミン摂取こっから夏休みはイベントもたくさん出れるように頑張ります。出たいんだよね。フェス、なんか高猫フェスに出させていただいたけどさ、楽しかったからさ、やっぱたくさん出たいです。なんか普段多分あんまり中学生時代出てないから、やばい目が痛いんだよ。夏休みはね多分出るんで頑張ります。目が痛い、待って。ちょゴロゴロ、このトップスもシーン全部シーン。やば目痛い。なんで、前髪が長いんだよ。眉毛が嫌だ。はあ。そう、前髪切らないと。
眉毛綺麗にしよう。前髪が夏休みは宿題を頑張り、みなってさあれだよね、今後なんか変目が宿題もさっきちょっと進めたんだ。それで言うと理科をやってたの。夏休みあれ、夏休み私いつからだ、もうすぐなのは確実なんだけど、でも友達たちさ、友達たちっていうかクラスのみんななんか大会の話してる、部活の。私さ小学生の頃前髪さ上げてたの全部こうやって、やば顔ができる。で卒業アルバムも前髪上げてたし、やばいよね。あの頃の私自分の顔見れない。よいしょ。明日は可愛いリサキ、ツイッター後ろの鏡に映っとんねんけど、私さ昔の写真でさ、ちっちゃい頃の写真さ変顔しかなくてさ、本当に変顔しかなくてさ、何って感じだよね。困っちゃうよ。それをスマホで見えるよ。本当にね、変顔しかない、びっくりしちゃう。いつかそれをツイッターにあげよう。下書きには入れてるんだよ、変顔の。でもなんでかなと思ったんだけどさ、あ、ここ点も下書きにある。めっちゃみんな下書き入ってるわ。ここ点あげようかな。このやつ前髪も前も上げた気がするよね。みんなってさ
あれじゃない、ここてんのさ、いっちゃん最初のオープニング衣装のさ、座ってるさ写真でツイッター載けたことあるよね多分。ちょっと巻き戻ろう。あれは5月1312だから、ここら辺か。テテテテレレレレレテテテテレレ。あげてないか。私サボテンやりたいんだよね。それで言うとサボテンめっちゃ好きな。サーボテンとゴールドラテテ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 テ。今度はツイッターしよう。みんなツイッターを開いて、ツイッターを開いてください。今ここに、ここで見てる人が、あのね、すぐにね、いいねしたらね、すぐに1000はいくってことでしょ。ってことでツイッターを開いてください。開いた開いた開いた。エクボが欲しい。よし開いたって。キヨンキヨン。おい、あ、失敗しちゃった。ツイッターに再投稿。あ、できた。だから私、花さんの、花さんがさ、花さんをさ好きになった理由がエクボなわけですよ。私はね、もう最高くらいの海で、なんだこの子かわいい、なにこのくぼみみたいな感じなの。そうだから、エクボが欲しい。みんなってさ、歯でかいよね全部。ほら、歯医者さんに言われたもん。え、結構ちっこい頃からね、行ってた頃ね、歯いた見てた歯医者さんなんだけど、久しぶりに行ってさ、見てもらってたらさ、あの、言われた、口の大きさの割に歯が大きいねって。歯が大きいからね、ちっちゃい頃さ矯正してたけどさ、続かなすぎてさ、2回ぐらいやったけど、そう、小1の頃に始めて小3ぐらい、小2ぐらいまでしか続かなくて、小4から始めて1年も持たなかった。そしたらこんな花並びになっちゃったな。矯正したい。でさ、犬歯ってあるじゃん、人のさ犬歯、なんか尖ってる歯、あれがないな私。あるけど全然尖ってない。ほら、どれみたいな感じじゃん、もう。ほら、わかる。あー、前髪切りたい。この前親知らず寝てきた。あ、これができなかった日ね。来月染めた。あ、カブシャが変わった。そういえば
ね、カプチャ変わったよ。みんなさ、見に行きましたか？見に行きました？なんかピンクっぽいカプチャ。おでこでかいな。カプチャになりました。こっちの方が好き。今前のやつにこっちの方が漏れました。これはね、私157なのよ本当は。本当は157なんだけどさ、1センチしか伸びてないからだって。もっと伸ばさないとか、2センチは伸ばさないとだね。カビちゃんの好きなところ1から語って。コメント来すぎたら制限するから。そう、え、私身長高く見える？大人っぽいでしょ、だってみんなって。でさ、リナがさ、めっちゃ身長伸びたねって結構リナ言われるじゃん。でも意外と6センチで、ユイナとか多分10センチぐらい伸びたって言ってたよ。10センチかな。だからハンちゃんも8センチ伸びてるから、いや、そっちやばいの。恐ろしい恐ろしい、抜かされる。てかハンちゃん、うん、竹スタイルがいい。でリナはさ、足が伸びたの。あの子すごいいい身長の伸び方、スタイルがいい。本当にスタイルがいい。足が細長いの。もういいよね、私も足が伸びたい人生だって。そう、ゆいなめっちゃ伸びてるよ。でこの前ダンスの先生、ひなも伸びてる。ダンスの先生にね言われてたもん。みなもね、足首ちょっと身長伸びたって言われて、伸びましたって言って。ゆいなね、もうめっちゃ先がでかくなったらびっくりだよ。ゆいな10センチでもすっごい伸びてるの。でも一番伸びてるのゆいなだよね。元がさ、ちっちゃいからさ、あれじゃん。だってもうエグちゃんの多分一番ちっちゃくなるよね、この流れってか。あれだったらひなに脱がされてるし、エグちゃん。誰な、ティニエグちゃんも伸びたってよ。キャサリンも多分伸びたって言ってた気がする。エグちゃんかな。エグちゃんがキャサリンもう1センチ伸びたって。キャサリンか。誰だかも春船の野たちだって。ティナフフ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 
てて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 先生、まあ、コンサートの席が発表されたってらしいですよ。皆さん来る方、やらなくないよ。やってください。覚えたのにさ、O N E W O N E W O N E つつ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 登場みたいな。つつつつつつつみんな出たのかな。どんな感じ、皆さんどんな感じ。4列目だって、すごっ。ダイヤモンドシートってなんだ。やばい、くしゃみ。あの売れ物たちだ。今日まつげ上がってんのに全然わかんないね。え、上がってなくね、全然。こっちの方が上がってるの。そうなんだ。羽根木ちゃんは2階の通路側だって言ってたよ。座席教えてって言っといて、教えて私に。皆さん座席を私に教えてください。絶対教えて。昼だけでも教えて。やば、今顔が近いのめっちゃブスやった。恥ずかしい、私としたことが。あ、最近さ、みなもさ、まつげをね、とん、あの、あれにしてるの。ちょっと待ってね、写真あるかな。とんがらせてんだよ。なんで最近、いつあれしたっけ。全然見えない写真で。うん、ここで書いて書いて、あ、ツイッターで教えてください。全然見えないね。いや、諦めた。今日は7時まで。そしたらちょっとコンサートの練習を私はします。コンサートの練習をして、でお風呂に入ってご飯を食べて寝ます。
は整体に行きたいと思います。体がね痛くて痛くてなんか重くて、ね、今日走ったんだけどさめっちゃ体がね重いの。なんかねびっくりしちゃってめっちゃ足が遅くなってる気がしたの。最悪私の取り柄がさあボッキボキ。あそうやんミクサのドラム今日からステージで走れば目はあありません。全然本当にありません。それで言ったら公演のリハで私は暴れてます。あ見ようかな。3年 A 組のなんかあれなの続きかなんかなのミクさんので。髪伸びためっちゃ。ほら4月はこんぐらいだったのに4月1日は3ヶ月でこんだけ伸びました。そうなんや見よう楽しそう。3年 A 組好きだったんだよね。あ、これなこみくさんが言ったよゴキブリってゴキブリゴキブリ知ってる？皆さん見たことあります？その動画見たことあります？え、ハーフツインだっけそれ。ハーフツインだった気がする。これはね友達が結んでくれたの。みんな髪結べないけんみんなりなか。じゃあ今度りなに言ってみるね。うんちみたいここの形あんま下品だ。テニス部官だって。私はねテニスは習ってましたよ小学生の頃。めっちゃテニス系好き。私は学校ではどんな顔かというと、こんな顔。うわ待って、やなちゃん雰囲気夏みかんに似てるなって。さ石尾さんにさめっちゃさ夏みかんさんって言われるの。めっちゃもうね毎回ね本当に似てるみたいな、もう今度合わせてあげるからみたいに言われてるのさ。そうめっちゃ言われるの本当にびっくりしちゃうよびっくりしちゃうよ。学校はスピンある。え、今もスピンだよ。ちなみに言うと唇だけ。似てるってめっちゃ言われる。うるさいらしい私。あ、夏美香さんがうるさいんじゃないよ。なんかね私がねずっと喋ってんのぺちゃくちゃ伊藤さんにね。最後これでこれでって言ってんのちょっとな言われました。
そう言われた、本当に似てるって。めっちゃ言われる、な、ま、本当に毎日のように言われる。そう、あ、顔じゃないよ多分。あとミカさん身長高いしスタイルがいいの、性格が似てるのか。でもこの前言われた、あのエミリーさんとかに、本当に栗山ちゃんに似てる言われた。メイクさんにも、メイクさんとかにも言われるからさ、え、どこが違いますかって言ったら、年齢、若さだけ違うって言われた。似てるらしい。私はあんま思わないけどね、顔も含めてあんま思わない。クイナさんってさ、目丸め系じゃない、どちらかといったら。大きくて丸いじゃん、で顔がちっちゃくてみたいな感じじゃん。別なんかそれは似てないと思う。別にみんな目丸くないもん。そう、びっくり。あー目が痛い。なんかそうわけじゃないのにな、いい子なのに。いい子なのに、クソガキじゃないのに。でで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 、褒め言葉なの？それな、ハナさんさ、かわいい。こんな感じで、私はそろそろ7時だと思います。ではランキングを読みますね。あ、これ13位からだったっけ、久しぶりだ。13位が練馬ダファカさん、ありがとうございます。はじめまして。12位は心、ありがとうございます。11位が西公園、ありがとうございます。10位がカズオさん、ありがとうございます。9位がガさん、ありがとうございます。8位がモンさん、ありがとうございます。7位がビバさん、ビバさんありがとうございます。6位がアスカさん、ありがとうございます。5位がテルさん、ありがとうございます。4位がリュウタツ、リュウリュウキシポンポン丸さん、ありがとうございます。3位がクジマスさん、ありがとうございます。2位がヤスさん、ありがとうございます。1位がアオちゃんです、ありがとうございます。ほら、私は練習は楽しみにしてて、コンサート。てか楽しいと思う。本当にね、楽しいと思いますよ。葵さんの、葵さんを最後まで目に焼き付けてください。ほい、こんな感じ。バイバイ。バイ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 。あれ？ありがとうございました。